ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、最近の科学の力ってすごいわね。やぶから棒だな。一体どうした？だって、化石なんか発掘したら、どんな生物だったのかまで判明するわけなんでしょ？すごくない？確かにな。だけど、中には化石があっても謎のままの生き物だっているんだぜ。え？化石があるのに？どういうこと？それじゃあ今回は、謎すぎる古代生物ターリーモンスターについて解説していこう。いつものごとく生存説にも触れていくぞ。それでは、ゆっくりしていってね。最初は復元予想図から見てもらおうかな。というわけで画像をドン。何これ？生物なのかしら？言いたいことはわかる。ホラーゲームに出てくる敵か、変わった形のルアーみたいだよな。子供の落書きを無理やりそれっぽくしましたって言われたら、納得してしまいそうね。見た目も奇妙なターリーモンスター。またの名をプリモンスプルムとも呼ばれているぜ。結構表記揺れが多くて、タリモンストラム、タリモンストルム、タリモンスターなんていろいろだ。モンスター感は十分にあるし、変な外見にふさわしいキテレツぶりね。面白いことに、発見したのはアマチュアの化石収集家のフランシス・ターリー。そのまま名前に由来しているわけだな。そんな適当でいいのかしら？命名って大事じゃないの？学術系の界隈なんてそんなもんだ。単位とかも人名が多いし。話がそれたが、このターリーモンスター、霊夢はどんなカテゴリーに入ると思う？似ている生物は何だろうって話。現代の生物ならどれに近いのかって話ね。とは言っても、似てるのなんて思いつかないレベルの唯一無二の姿ね。あえて言うならイカとかの軟体系の生物かしら？妙な形のも多いし。海の生き物であることは確かだ。古生代の海に生息していたんだが、実は似ている生物としては分けようがない。無理やりに言うのなら、古代に存在した変な生き物の一つってところだろうな。こんなのが泳いでいたなんて、古代の海はとんでもないカオスっぷりだったでしょうね。実はそこまで大きくはないんだ。全長にして約10センチ。ルアーなんかと同じぐらいの大きさだと思っていい。意外に小さい。けど小さいからといって侮れないわよね。全体的には細い柳の葉に似ているぜ。さらに扁平、つまり平べったい形をしている。後ろ側にはヒレもあるから、イカを想像する人もいいかもしれない。霊夢が言った軟体生き物の発想は、別に不思議でもなんでもないわけだ。いやでも、この一本だけ伸びてるのは何なのよ？提灯アンコウみたいなおとり？それにしても使いづらそうだけど。これは口だと推測されているぜ。口なのこれ？昆虫みたいな口してるわね。というか、使いづらそうなんだけど。使い勝手は何とも言えない。生きてる個体を観察した記録なんてないわけだからな。多分、これを動かして餌を取っていたと思われる。この小さな部分が頭ってことなの？いや、胴体の方に細長い棒みたいなのが生えているだろ？あるわね。そこが目だ。どういう構造してるのよ。絶対見えづらいでしょ、こんなの。重機のクレーンみたいな操作になるだろうな。距離感とか大丈夫なのかしら？何を食べていたのかもわからないしな。進化の系統樹に咲いたアダバナなのかもしれないぜ。不思議生物すぎるわよ。謎すぎる要素はまだあるぜ。ターリーモンスターって脊椎動物かどうかも判明していないんだ。背骨があったのかなかったのかもわからないわけ？なんでそんなことに。化石はそれなりの数が見つかっていたんだが、基地のどんな生物とも似ていなかったせいだな。1966年の発見以来、分かったことは水生生物ってことぐらいだ。しかし、2016年にターリーモンスターは脊椎動物である、とする論文が発表された。どうせタブロイドしか何かの信憑性が低いやつでしょ？科学系学術誌のネイチャーだぜ。権威があるやつだった。世界で最も権威がある科学雑誌。アメリカのイェール大学の研究チームが、1200を超える標本を詳細に観察し、その結果をまとめたものだ。これによると、ターリーモンスターは体内に脊索軟骨エラが存在していることを見出した。つまり、無顎類という魚の一種であるとしたわけだ。無顎類？聞かない名前ね。現代でよく見る魚には顎があるだろ？しかし、無顎類には文字通り顎がない。代表的なものはヤツメウナギとかだぜ。それなら、どういう進化の系譜にあるのかの手がかりが見つかったってわけね。この研究結果から、ターリーモンスターは魚の一種であるわけで、この後の研究も進むはず、だったぜ。え？だったぜ？これに待ったがかかった。2017年1月、パラエオントロジーに正反対の題名の論文が掲載される。
ターリーモンスターは脊椎動物ではない、と正面から喧嘩を売っているぜ。バチバチにやり合う気じゃないの。それでいいの、学術界隈は。知性と論理でこの界隈はいつもバチバチだぜ。さてこの論文の内容なんだが、ターリーモンスターが脊椎動物であることを否定するわけだ。どうやってだと思う？わかんない。論文の主張をまとめてしまうとこうだ。この化石って、脊索残らなくね？はい？つまり、化石が保存される際に、他の生物では脊索の構造は保存されていないんだから、ターリーモンスターだけってのはおかしいだろってことだ。つまり、研究者たちは誤認しており、それゆえの間違った結論だった、というのがこの論文の主張だぜ。そんなんあるの？偉い先生たちが一生懸命頑張ったんでしょ？頑張ったからといって正しい結果になるとは限らないってことだ。現状、論文合戦はここで終わっているからまだ続くと思われる。脊椎動物だって言うなら、この論文をさらに否定するだけの証拠を示さないといけないわけだからな。めんどくさいわね、お堅い世界は。つまり、ターリーモンスターの詳細については未だにチューブラリンの状態が続いているんだ。光明が見えたかと思った瞬間、再び閉ざされてしまった。見た目からして謎しかないものね。進展することはあるのかしら？研究者たちの熱意次第だろうな。お次は、なぜターリーモンスターが絶滅したのかについて解説していこう。鏡見てびっくりしちゃったとか。霊夢じゃあるまいし、そんなアホな理由で絶滅するわけないぜ。誰の顔面が即死呪文よ。そこまでは言ってないぜ。さて、ターリーモンスターが発見されたのは石炭紀後期の地層からだ。だいたい3億6千万年前から3億年前ぐらいだな。めちゃくちゃ昔なのね。恐竜よりももっと古い時代なんだが、この時代からは大量絶滅イベントが3回待ってるぜ。なんつう言い方するのよ。事実だからしょうがない。ペルム期末、三畳期末、白亜期末と目白押しだ。なんでそんなに楽しそうなのよ。もうちょっとしんみりしなさいよ。古生物と絶滅は切っても切れない関係だからな。一番ヤバいのはペルム期末だな。90から95% の生物が絶滅したと言われている。なんでそんな環境で生きてる生物がいるのよ。死滅していたら、人間だって存在しない。生き残ってくれた先祖に感謝だな。遠すぎて先祖とは思えないけどね。って、さらっと流しそうになったけど、95% が絶滅するってやばくない。地球上の生物がほぼ死滅してるじゃないの。ペルム期末の大量絶滅は様々な要因が重なった結果だと言われているな。特に火山噴火の影響で酸素濃度が低下し、窒息死した生物が多かったようだ。地球規模で窒息してるわけね。そりゃ生き物はひとたまりもないわ。あとは、この時代の生態系は間違いなく異現代よりも不安定だったから、それも要因だと思う。不安定？まだまだ進化の途中だからな。環境の変化への耐性が低い生物も多くいた。少し環境が変化すると、一気に絶滅してしまうようなのが。へえ、人間も低そうだけど、よく今まで生き残ってるものよね。むしろ人間は適応能力がめちゃくちゃ高いぜ。え？そうなの？熱帯から寒帯まで住んでいて、その上雑食性も高い。繁殖力も高いから、しぶとさで言ったら上位クラスだと思うな。いやまあ、そりゃそうだろうけどね。知恵を使ったり、道具を作るのだって能力の一つだ。そう考えると、人間の絶滅はまだ遠いだろうな。先の他の生物が絶滅してしまう。それより、結局ターリーモンスターはなんで絶滅したのよ？わからん。結局それかい。とはいえ、多くの生物が死滅しているわけだから、餌は少なくなるし、環境の変化も大きい。大体の理由はそんなものだ。大多数と同じように、絶滅したってこと？もっと詳しく生態なんかが分かったら、結論付けできるのかもしれないが、謎すぎる現状ではこれが限界だろうな。何かしらの確信が必要だぜ。それこそ、生きた個体を捕まえるとかしない限りはな。とっくに絶滅してるんじゃ、それは叶わぬ夢でしょ。それとも化石からクローンでも作ってみるの？ジュラシックパークみたいに。あれは琥珀に閉じ込められた蚊から採取した血液だ。化石じゃないぜ。ただ、生きた個体ならば、もしかしたら可能性はあるだろうな。絶滅したんでしょ？それがだ。もしかしたらターリーモンスターは生きているかもしれないぜ。ここからは、そんな可能性について解説していく。おお、楽しみだわ。舞台となるのはここ。アメリカニューヨーク州とバーモント州の境目にあるシャンプレイン湖。
アメリカでも6番目に大きい湖で、様々な生物が住んでいるぜ。6番目って言っても具体的な大きさは？縦172キロ、横23キロだな。なんだそんなに大きくない。キロメートル？でっか。面積にすると1270平方キロメートル。東京23区の2倍だぜ。めちゃくちゃ広いじゃない。っていうか、地域？いくつかの町がすっぽり入るサイズなの。アメリカはでかいぜ。もはやちょっとした海よね、それは。こんなでっかいシャンプレイン湖なんだが、とある未確認生物が目撃されているぜ。その名もチャンプ。なんかの王様なのかしら？それとも王冠みたいな頭してるとか？いや、普通にシャンプレイン湖だからだぜ。綴りはチャンプレインだから、チャンプ。じゃあ、チャンプレイン湖なんじゃないの？表記揺れってやつだな。この動画ではシャンプレイン湖で行かせてもらう。なるほどね、話を続けてちょうだい。目撃情報の数は400年ほどで300件以上ある。しかしながら、未だにその正体がわかっていない、典型的なユーマだ。アメリカに入植者がやってきた頃から目撃されているってことなのね。300件以上ってのは、なかなかないわよ。大抵の目撃情報は数人か、一人ってのが多いんだが、ジャンプの場合は延べ人数でかなりの数だ。信憑性も高いと思わないか？今のところはノーコメントかしら。根拠を示してもらわないと。では目撃情報を見ていこう。最初の目撃証言は1609年のもの。だいぶ古いわねー。とされていたんだが、どうにも怪しい証言なのでそこそこ信用できそうなのを紹介していくぜ。まずは1819年。一気に飛んだけど大丈夫なのかしら？クラム船長という人物が全長57メートルほどの巨大な蛇のような生物を目撃したという記事が新聞に掲載されたぜ。いやでっか。でかすぎるでしょ。この生物は3本の歯と白っぽい色の目をしていて、首の周りが赤く、額に白い星型のマークがあったそうだ。後ろには2匹のチョウザメとサメみたいな生物が泳いでいた、とのこと。でっか、でっか、無理でしょ。何がだ？ダーリーモンスターは全長10センチって言ってたじゃない。それがどんなに成長してもこの大きさは無理よ。まあまあ霊夢、最後まで聞いてみてもいいんじゃないか？一応聞いてみようじゃない。1878年、ヨットに乗った6人が蛇のように体をくねらせて泳ぐ巨大な生物を目撃。え？それだけ？1880年。押し切る気ね。1880年、シャンプレイン湖の北部で、体長6メートルを超える巨大生物を目撃した。頭部は樽のように大きく、緑色の目をしていたそうだ。ただ、この時は気づかれてしまったのか、すぐに水中に逃げてしまったらしい。もうちょっと観察できていたら何かわかったかもしれないが、残念だ。あら、なんか肩を持つわね。目撃した人物は石だったから、この時代のインテリそうだぜ。生物学にも造形が深い。分析の助けになったかもしれないだけにな。いつの時代もお医者さんは頭いいってことか。1883年には保安官の一人が7から9メートルほどの水蛇を目撃したと証言している。なんでも、口の中に白い斑点状の模様があったそうだ。全長5メートル以上の生物がいるのは間違いなさそうね。実は先住民の間でも、シャンプレイン湖には巨大な生物がいるという言い伝えがあるんだ。その中の一つ、アベナ貴族はジータース国と呼んでいる。ジーターさんはすごいみたいな名前ね。意味は大蛇だから、蛇のような生き物がいるのは昔からみたいだな。とは言っても、決定的な証拠ってのはないみたいね。これじゃあ信憑性に欠けるんじゃないの？ふっふっふ、そう言うと思っていたぜ。だから、この写真を見てもらいたい。おお、なにこれ？首長竜みたいなのが写ってるわ。1977年にサンドラ・マンシという女性が撮影した写真だ。証言によると、4から7分間ほど、この奇妙な生物は姿を現していたらしい。この写真はニューヨークタイムズにも掲載されたぜ。かなりはっきり写っているのね。これだけの証拠があるなら早く出しなさいよ。もったいぶりたいだろ、こんないいものは。さらに、動画も撮影されているぐらいに目撃されているんだ。と、動画まであるのはすごいわね。そこまで近づいているなら正体もわかっているんじゃないの？現在はチャンプの研究団体が設立されていて、専門家による科学的な研究が進められているぜ。とある決議まで行われたぐらいだ。とある決議？州会議でチャンプを殺傷した者は厳罰に処すって。政治家も大真面目に議論しているってわけね。これは一刻も早く見つけ出してほしいわ。そりゃそうだ。でもチャンプは巨大だ。ならどうする？え？個人じゃ無理よね。ウルトラマンとかいるならともかく。あ、警察とか？
警察でも厳しいと思うぜ。だからこそ、アメリカ軍が動いたわけだ。軍が動いたの？時は2002年10月、日韓ワールドカップも終わり、興奮冷めやらぬ頃に捕獲作戦は実行に移された。具体的な場所は伏せられているんだが、潜水艦まで投入しての作戦だったようだから、本気度合いがわかるってもんだ。潜水艦まで持ってくるなんて、マジになってるじゃないアメリカ軍。ザトウクジラの鳴き声を使ってチャンプをおびき寄せる作戦で、これは蚊のネッシー捕獲作戦の時に効果があったからだ。そして、なんと、チャンプは現れたぜ。捕獲？それができなかったんだよな。なんでよ。潜水艦まで持ってきてるのに。乗員の判断により、捕獲は断念されたぜ。サイズの問題があったんじゃないかと言われているな。20メートル以上の目撃情報もあるぐらいだから、専用の機材が必要になってくる。作戦時には想定していなかったんだろう。うへぇ？アメリカ軍でもダメとは。どうしたらいいのよ？その代わり、かなりいい写真が撮れているから見てみよう。おお、これはすごいわね。見事に捉えているじゃない。いわゆる、ネッシーみたいな全体像をしているのがわかるな。ヒレもあるし、首も長いし、現代にはこんな生物いないわよね。そうだな。そしてこれこそが生き残ったターリーモンスターだと言われているぜ。だいぶ違わない？姿といい大きさといい。生き残っているうちに巨大化した可能性は十分にある。一見すると首のように見える部分は、実は口だったわけだ。無理がないかしら？やっぱり首長竜みたいな感じじゃないの？まあ待て霊夢。不思議に思ったことはないか？なぜネッシーなんかの巨大生物の死体や骨が発見されないのか？湖の底に沈んでいるから、とか？少しぐらいは上がってもいいだろ？ここでターリーモンスターが脊椎動物かどうかも判明していないことが生きてくるぜ。どういうことなの？骨がない、つまり軟体生物なら最終的に死体は全部水に溶けてしまう。それなら、発見されないのにも納得できると思わないか？一理あるけど、この大きさは軟体生物じゃ無理でしょ。これまで発見された軟体生物の中にもダイオウイカみたいに巨大な生物はいる。シャンプレーン湖にいないと断言する材料もないぜ。そう言われると反論が思いつかないわね。さっき紹介したアメリカ軍も、捕獲するより観測する方向に舵を切っている。湖そのものを巨大な生けすにしようってわけだな。噂によると、すでに6匹ほど捕獲されているとも言われている。情報公開しなさいよ。ケチケチしないで。貴重な研究対象だから、情報を伏せておきたい気持ちもわかるぜ。公開してほしいのは私も同じだ。ネッシーも同じようにターリーモンスターだとしたら、捕獲計画が進行するかもしれないしな。ユーマの代表格を捕獲できるのなら、なんとか実行してもらいたいものね。ジャンプの正体はターリーモンスター説を紹介したんだが、他の説も紹介しておこう。霊夢も言っていたように、首長竜プレシオサウルス説もあるぜ。これよこれ、見た目そっくりじゃない。全体的なシルエットはそっくりだし、体長は3メートル超えだから有力な説だ。そうそう。ネッシーの正体はこれだと思っていたわ。というか、今でも思ってるぐらいよ。シルエットはそっくりなんだが、そうなると死骸が上がらない理由について根拠が弱くなってしまう。そりゃそうだけどさぁ、いいじゃない、プレシオサウルスってことにしましょう？やけにこだわるじゃないか、珍しいな。個人的に好きなのよ。この独特のシルエット。長い首、丸い胴体、完璧。好みってのはよくわからないものだぜ。現実的な説はチョウザメと見間違えた説。画像はこれ。鼻が長いのね。キャビアを取るから有名だな。しかし、アメリカ軍が撮影した写真と見比べてみると、ちょっと厳しいかな、と。遠くから見ただけならともかく、潜水艦まで使ってこれと見間違えることはないでしょうね。目撃証言のうちのいくつか、ぐらいは可能性があるけど、全部ではないだろうな。他にもカワウソの個体を巨大に誤認したとする説、ワニを見間違えた説、リュウグウノツカイ説など、チョウザメと同じように他の生物を見間違えたという説も根強いし、生き物ではなく、巨大な流木や、湖に沈んでいる巨大な物体を見間違えた可能性なども指摘されている。現実的な話を聞くと一気にロマンが消えるわね。そんな霊夢に朗報だ。もう一つの説がバシロサウルス説だぜ。バサロサウルス？バサロジャー、水泳のテクニックだ。バシロサウルスはこんな感じの古代生物だ。魚、っぽいわね。実は哺乳類だ。これで？命名字も勘違いされていて、意味は王のトカゲなんだよな。霊夢もなかなかコテコテラグをかましてくれるもんだ。
これを哺乳類だと思うのは無理があるでしょ。なんでこんな形になったのよ。それはわからないけど、クジラの祖先なだけあって巨大だ。全長は約18メートルで、中には25メートルほどの個体も発見されているからな。いや、でかいわね。転がってくるだけでひとたまりもないわ。ぺしゃんこなのは間違いない。とはいえ、水生生物だから陸上移動は無理だ。襲われた時は陸に上がったらいい。海の中だったら？諦めるしかないな。ヘルプ。絶滅したとされているから、遭遇することはないだろうな。ジャンプの正体としては、やはり長く伸びた首みたいな部分がないのが悔やまれるぜ。骨もしっかりあるみたいだしね。あと、ジャンプの目撃情報で紹介したジータースコグも正体の候補に上がっているが、結局正体は判明していない。続報に期待ね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサの好きな恐竜は何？そうだな。やっぱりティラノサウルスだな。子供の頃にティラノサウルスに一目惚れをしたのを今でも覚えているくらいだからな。ティラノサウルスはかっこいいもんね。霊夢はどんな恐竜が好きなんだ？私はトリケラトプス一択よ。おお、どうして好きなんだ？トリケラトプスは草食動物なのよ。それなのに肉食動物に対抗できる強さがあるの。このギャップが最高だわ。なるほど、ギャップ萌えというやつだな。確かにティラノサウルスとトリケラトプスはライバル的なイメージがあるぜ。そうなのよ、いつか一回でもいいから生でトリケラトプスを見てみたいわ。おお、そんな霊夢にぴったりの話題を持ってきたぜ。おお、なんだろう。実は近年、トリケラトプスの捕獲映像が流出したんだ。え？流出？というかトリケラトプスって生きていたの？いろいろ気になるよな。それでは今回はトリケラトプスの捕獲映像について解説するぜ。気になるわ。それでは、ゆっくりしていってね。それでは、先にトリケラトプスの特徴について解説するぜ。お願いします。そもそも、トリケラトプスが地球上に生息していた時期は今から約6500万年も前なんだ。白亜紀の終わり頃ね。そうだ。生息地は現在の北アメリカだ。ここにティラノサウルスもいたぜ。やっぱり同じ場所にいたのね。ライバルっていうのは本当かもしれないね。そうだな。トリケラトプスの全長は9メートルもあるんだ。相変わらず恐竜は規格外ね。そして、狭い範囲からたくさんの化石が発見されているんだ。このことから群れで暮らしていたことがわかるぜ。そうね、多くのトリケラトプスが一緒にいたってことだもんね。そうだぜ。そして、意外にもトリケラトプスは顎が発達しているんだ。確かに言われてみれば、強そうな顎をしているわ。歯の形状も硬い繊維を切り刻むのに適していて、かなり硬い植物なども餌として食べていたぜ。強靭な顎の持ち主なのね。トリケラトプスは恐竜の中でティラノサウルスに次いで有名だ。だから、もう様々なことが判明されているんだ。化石とかもたくさん出てきたからね。情報はたくさんありそうだわ。でも、トリケラトプスの寿命ははっきりとわかっていないんだ。そうなのね。でも100年くらい生きそうよね。見た目的にはな。でも、代謝能力の論理から約20から30年ほどだったのではないかと言われているんだ。え、短すぎるでしょ？そうだな。まあ本当なのかはまだ判明していないからな。もしかしたらもっと長く生きていたのかもしれないぜ。30年で人生が終わるなんてかわいそうだわ。もっと生きていてほしいわ。ところで霊夢、トリケラトプスという名前の意味は知っているか？わからないわ。これは古代ギリシャ語で、鳥が3つ。ケラが角、トプスが顔を表しているんだ。まあざっくりだけどな。なるほど。トリケラトプスは3つの角がついた顔という意味なのね。そうだ。ちなみに中国語名は三角竜や三鬼竜と呼ばれているぜ。なんだかかっこいいわね。それでは霊夢、トリケラトプスの一番の特徴といったらなんだ？それはもちろん三本の角よ。まあ、名前の意味にもなっているくらいだからな。それでは、その角は何のために使われていたと思う？それは知っているわ。確か異性を引きつけるために使われていたんだよね。確かにそういう学説があったな。でも、その回答は50点だな。実は真の角の使い道があるんだ。真の角の使い道？2009年に発表された研究によると、トリケラトプスの角は仲間同士の決闘で使われていたんだ。決闘？角で仲間を打ち負かしていたってこと？そういうことだ。恐竜は頭部に特殊な構造を持っているものが多いんだ。種によって角やトサカ、コブなど様々だが、その機能については常に論争の的だぜ。でも、トリケラトプスは何を目的として決闘なんかしたのかな？それは性的孤児のためだぜ。霊夢、ヘラジカの異性の気を引く方法を知っているか？確か、仲間同士で角を使って決闘をするんだよね。そうだ、トリケラトプスも同じだぜ。
オスのトリケラトプスは仲間同士で決闘を行い、どちらが優秀かを決めているんだ。なるほど、だから私の回答は50点だったのね。そうだぜ、ちなみに、仲間との決闘で重傷を負うこともあったんだ。やばすぎるでしょ、かなりの喧嘩ね。発見された化石は、角にヒビが入っていたりしたからな。意外と熱い恐竜だぜ。それだけ好きなメスのトリケラトプスがいたってことね。恋は盲目ということだな。そういえば霊夢、トリケラトプスは3本の角を持っているだろ。今さら何よ。目の上の長い角2本と、鼻に短い角が1本あるわね。この角は実際には血管が走っている皮膚で覆われている角なんだ。ということは、角の周りを皮膚が覆っているの。そういうことだ。もしかしたら角にも痛覚があったかもしれないな。それだったらなおさら決闘なんてよくできたわね。痛さを我慢しているのも異性を引きつけるポイントなのかもな。ところでトリケラトプスの後頭部には何があるか知っているか？なんだか盾のようなものがあるわ。あれはフリルと呼ばれているんだ。首を保護するように骨性構造が広がっているぜ。決闘していたなら、フリルに傷がついてしまいそうね。ある研究チームも全く同じことを考えていたぜ。そして53個のトリケラトプスの頭蓋骨を調査したんだ。比較対象は何なの？セントロサウルスという恐竜の頭蓋骨だぜ。セントロサウルスも角とフリルを持つ恐竜だもんね。そうだ。見た目からわかるように、セントロサウルスはトリケラトプスと比べて非力なんだ。そうね。角が小さいもんね。だから、セントロサウルスのフリルは、トリケラトプスに比べて少ないという予想がされていたぜ。相手のフリルに傷をつけるほどの攻撃力が出ないからだね。そうだ。そして調査結果は研究チームの思惑通りだったんだ。ということは、トリケラトプスはセントロサウルスに比べて傷の数が10倍もあったぜ。やばすぎる、しっかりと本気の決闘ね。男の戦いというやつだな。角とフリルの役割は分かったわ。それは良かったぜ。それでは、トリケラトプスの面白い特徴を一つ紹介するぜ。面白い特徴？どんなのだろう？実はトリケラトプスは胃の中に石を持っていたんだ。え、胃の中に石？どうしてよ。トリケラトプスは草食動物なんだ。主にシダなどの植物を食べていたぜ。それと石が関係あるの？あるぜ。さっきも紹介したように、トリケラトプスの顎は強く、植物を消化しやすいように粉砕して食べるんだ。人間と同じ感じね。そうだな。でもやっぱり完全には粉砕できないんだ。粉砕できなかったら植物の消化に問題が出るんじゃないの？その通りだぜ。そこで登場するのが石だ。トリケラトプスは石を飲み込んで胃に置いておくことで、その石が消化を助けてくれるんだ。石とぶつかった植物はよく粉砕されるってことね。そういうことだ。この石を遺跡とも言うぜ。トリケラトプス以外にも遺跡を持つ恐竜っているの？もちろんいるぜ。有名なのはオルニトミムスだな。初めて聞いたわ。オルニトミムスはダチョウ恐竜とも形容されるんだ。それくらいダチョウに酷似している恐竜だな。本当だ、足が速そうね。そして、オルニトミムス一体の中に、数千個もの小さい石が発見されているんだ。え、数千個、多すぎでしょ。大きさはミリ単位だが、これは食べ物や石同士がぶつかって擦れたからだと考えられるぜ。でも、遺跡が小さくなると消化を助ける機能も小さくなるんじゃないの？そうだぜ。その時は遺跡を吐き出して、新しい遺跡を飲み込むんだ。常に最適な状態をキープしていたわけだな。すごすぎる、恐竜にはそんな特技があったのね。ああ。でもだからって人間が真似をしてはいけないぜ。普通に危険だからな。どうなるの？人間が石を食べると、例えば消化管に刺さったりと口の中や消化器系に損傷を引き起こす可能性があるぜ。それに石は、体内で栄養素やエネルギー源として利用できないため、消化されずに排出されるんだ。消化されなかったらやっぱり排出されるわよね。さらに消化管に刺さった石の穴により感染症を起こしたりすることもあるぞ。加えて大量に石を摂取し続けることで、消化管の機能が阻害され、栄養不良や腸閉塞、消化器系の損傷を引き起こし、最悪の場合、命に関わるんだ。とにかく危険だから絶対やっちゃダメね。ところで遺跡があるのは草食動物だけなの？いや、肉食でも遺跡が見られる生物もいるぜ。おお、なんだろう。それはワニ類だ。おお、ワニは現在でもいるわよ。ワニは肺呼吸なのに、基本的に水に沈んでいるだろ？これには遺跡が関係しているんだ。そうなの？普通に水が好きなだけかと思っていたわ。ワニ類は遺跡を重りにして水に沈んだんだ。まあ、水が好きというのは間違いじゃないかもな。確かに胃に石があったら体が重くなるもんね。そうだぜ。なかなかの強者だよな。ところで霊夢、トロサウルスを知っているか？聞いたことがあるわ。
実は1990年のトリケラトプスについての研究で、トロサウルスはトリケラトプスのオスなのかもしれないと少し考察されたんだ。本当だったら世界に衝撃が走るわよ。そうだよな。2010年にはこの内容が広まり、トリケラトプスはいなかった、とかなり話題にもなったぜ。当時ツイッターでもバズったな。少しの考察だけでもこの影響力、やっぱりトリケラトプスの知名度はすごいわね。世界中の人が知っているからな。でも、それなら知名度が低いトロサウルスがいなくなるんじゃないの？それはないぜ。もし同じ生物だったらトリケラトプスという名前がトロサウルスになるんだ。なんでよ、逆でもいいじゃない？それができないんだ。動物の命名には様々な決まり事が定められているんだ。決まり事？そうだ。そして、同じ動物に違う学名が付けられていた場合は先に付けられた学名が有効となるんだ。つまり、トリケラトプスよりもトロサウルスの方が先に命名されたのね。そういうことだ。実はティラノサウルスも過去に2つの学名が付けられていたんだ。もう1つの学名はディナモサウルスだぜ。聞いたことがないわ。この学名が付けられた後にティラノサウルスとディナモサウルスが同じ動物であることが判明したぜ。そこで、先に命名されたティラノサウルスが残ったってことね。そうだ、ここでクイズだ。ティラノサウルスはディナモサウルスよりどのくらい前に命名されたと思う？全くわからないわ。2年くらいかな。違うぜ。ある論文でティラノサウルスが命名されて、その1ページ後にディナモサウルスが命名されたんだ。え、たった1ページ？そうだ。同じ論文のわずか1ページの差であっても、先に命名されたティラノサウルスの方が現在でも有効な学名となっているんだ。それなら、トリケラトプスはトロサウルスに命名権で勝てることはないのね。そういうことだ。トリケラトプスはピンチなのね。まあ、本当に同じ恐竜だったらやばいだろうな。でも、どうしても同じ恐竜に見えないよ。だってトロサウルスの方にはフリルに穴が開いているんだよ。気持ちはわかるぜ。それにトロサウルスの輪上骨はトリケラトプスと違い頭頂骨と関節する部分が線のように盛り上がっているんだ。ほうほう。それなら、やっぱりトロサウルスとトリケラトプスは別の生物なのね。そうだな。でも、トリケラトプスがトロサウルスだと主張される根拠はあるんだ。え、なんなの？それはトロサウルスは若者の頭骨の研究結果がまだ出ていないんだ。すでに研究済みなのは全て年老いているのね。そういうことだ。だから、トリケラトプスが成長したらトロサウルスになると言われているぜ。でも、フリルの穴は説明できないでしょ。いや、これも老化によるものだと考えられるぜ。なるほど。確かにそれだと辻褄が合うわね。つまり、これが本当なら現在だと成長によって名前が変わることになるな。まるで失声をね。そうだ。失声をみたいに成長によって名前が変わることにすればいいじゃない。それだとトリケラトプスという名前はなくならないわよ。それもできないんだ。確かに出世王のように成長によって呼び方を変えることはできる。でも、全世界共通の名称である学名は一種につき一つでないといけないぜ。なかなか厳しいわね。ちょっとくらいいいじゃない？そんな簡単な話ではないぜ。早く判明してほしいな。ちなみに、別の恐竜だと主張する論文もいくつか出されているぜ。なるほど、二つの仮説に分かれているのね。そうだ。さっき研究済みなのは年老いた個体だけと言ったんだが、実は2020年タイニーというニックネームの若者のトロサウルスも発見されているんだ。最近、発見されたのね。だからタイニーについての研究成果が発表されれば、トロサウルスの成長に関する情報もさらに増えることが期待されているぜ。研究成果待ちね。なんとかトリケラトプスという名前だけはなくなりませんように。それでは、トリケラトプスが正体と言われている未確認生物を紹介するぜ。え、そんな未確認生物がいるの？いるぜ。名をブリティッシュドラゴンと言うんだ。ドラゴン、かっこいい名前ね。これは15世紀の半ばにイギリスの森で目撃されたとされる爬虫類のような生物だ。ほうほう。それからはイギリス全土でも報告されるようになり、民間伝承の一部となるんだ。多くの書籍やドキュメンタリーの題材にもなっているぜ。すごい有名なのね。そして、ブリティッシュドラゴンの体長は9メートルで、灰色の皮膚に濃い灰色の斑点があるんだ。体長はトリケラトプスと同じね。角はあったの？トリケラトプスを思わせる3本の角があるぜ。ちなみにオウムのようなくちばしが特徴なんだ。これは本当にトリケラトプスっぽいわね。太い四肢を持つ四足歩行だ。さらに葉や低木、木の実などを食べる草食動物とされているんだ。おお、逆にトリケラトプスと違う部分はあるの？あるぜ。ブリティッシュドラゴンは群れではなく、単独で行動する生物とされているんだ。なるほど。トリケラトプスは群れだもんね。でも、これに関しては様々な報告があり、
中には同種の他の生物と一緒に暮らしているというものもあるんだ。これはトリケラトプスと言われても納得だわ。あともう一つ、エメランツカ&チペクエという未確認生物だぜ。以前に聞いた名前ね。そうだ、エメランツカ&チペクエに関しては別の動画で詳しく解説しているから、詳しくはそっちを見てくれ。だからここでは簡単に説明していく。了解よ、私もうろ覚えだからまた解説してもらえるのは嬉しいわ。エメランツカは四足歩行で鼻先に巨大な角を持つんだ。サイに似ているな。なるほど、言われてみれば確かにサイとトリケラトプスって似たものを感じるもんね。草や果実を食べる草食動物だが、性格は極めて凶暴なんだ。え、凶暴なの？縄張り意識が強く、侵入した者は誰であろうと攻撃するぜ。カバや水牛、さらにはゾウにさえも攻撃するんだ。ゾウにも？それならティラノサウルスにも攻撃できそうね。エメランツカは現地の言葉ではゾウを殺す者と呼ばれているぜ。かなりヤバい動物と見たわ。そしてチペクエだ。全体的に大きなトカゲを思わせる体格で、鼻先には一本の角があるんだ。エメランツカに似ているわね。ただ、チペクエはワニのような大きな口に多数の鋭い牙があるんだ。それなら、チペクエは肉食かもしれないわね。そうだな、現地の言葉では悪魔の獣などと呼ばれているぜ。エメランツカもチペクエもどちらもトリケラトプスっぽいわね。ちなみに、この2頭は似た外見特徴から同一の生物だとも言われているんだ。確かに、そうかもしれないわね。でも、どちらも未確認生物には変わりないぜ。研究家の間でもかなり難解な問題とされているぜ。また目撃情報とかがあったら進展があるかもしれないのにね。そうだな。詳しい目撃情報は別の動画で詳しく解説している。概要欄に貼っておくからぜひ見てくれ。それでは、最後にトリケラトプスの捕獲映像が流出したことを解説するぜ。冒頭からずっと気になっていたわ。では早速問題のシーンを撮影した映像を見せるぜ。ドキドキするわ。その映像がこれだ。すごい、本当にトリケラトプスじゃない？これはインドネシアで捕獲されたんだ。見てわかるようにトリケラトプスだが、4人の男性が見事に捕獲したぜ。男性といえど4人で捕獲できたの。映像見る限り暴れ方がすごいんだけども。そうだ。これが流出し、瞬く間に広がったんだ。そりゃ広がるでしょ、衝撃的すぎるもん。霊夢。それではもう一つ衝撃的な事実を教えるぜ。まだあるの？なんだろう。それは、この写真がフェイクということだ。え？どういうことよ？これは偽のトリケラトプスであり、リアルに見える機械人形だぜ。本物じゃないのね、なんでそんな人形があるのよ。ジュラ紀のテーマパーク用に作られたんだ。それが流出して、何も知らない人々が拡散したというわけだ。もう、信じて損したじゃない？実際にインドネシアで恐竜が見つかったわけではないから安心してくれよな。安心どころかがっかりしたわよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ヨウムだにょん。マリサ、今日もたっぷりと未確認生物の話をお願いするわ。私も早く話を聞きたいわね。よし、任せてくれ。本日の話題は、捕獲&捕食中を激写、さらに明らかにホウジロザメにはないヒレがある巨大サメが撮影、メガロドン生存説と特徴について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初にメガロドンの特徴を紹介していくぞ。発見された化石を分析した結果、ホウジロザメに類似した体らしいぜ。ホウジロザメも十分に迫力があるサメだわ。それの超巨大バージョンがメガロドンのイメージという感じね。だから、メガロドンの生態を考える際には、ホウジロザメを参考にされるんだ。その分析でどんなことが予測できるの？例えば、歯の大きさ、頬の色、肉食系であったことなどだ。ただし、ホウジロザメは映画ジョーズの影響で人食いザメのイメージがあるだろ。ええー、あの映画を見た後に海で泳ごうとは思えないわね。そもそも霊夢は、全然泳げないにょん。別に泳げなくていいのよ。海に行けば楽しいんだから。実際には、ホウジロザメは肉食でも、人間を好きで襲うようなことはないんだ。でも、人が犠牲になるニュースは、たまに聞くわよ。ホウジロザメは、好奇心が旺盛で人間に興味本位で噛みついただけなんだ。餌不足や人間の味を偶然にも覚えたホウジロザメがニュースで取り上げられただけなんだぜ。実際のホウジロザメの生態とは、基本的には、かけ離れた姿が描かれてたのね。メガロドンがホウジロザメに似ているのは分かったけど、いつの時代に生息していたのかな？予測では生息していた時期は、約2300万年から300万年前だ。この2000万年の間、ずっと同じ姿で生き抜いたわけだぜ。それだけの期間を同じ姿でいるのはすごいわね。環境の変化の影響で少しは体の構造が変化しても不思議じゃないにょん。それだけメガロドンが海の中で強い生物だったことを証明しているわ。
次にメガロドンの骨格について説明するぞ。メガロドンの骨格は、ほとんどが化石として残りにくい軟骨で形成されていて解析が困難を極めるぜ。研究するのが大変だわ。物的証拠を示さないと誰も納得しないんだから。それでもメガロドンの体長は、約18メートルもの巨体であった可能性が判明したぞ。しかし、体の頭部やヒレなどの細部までは、なかなか知ることができなかったぜ。体長を推定できただけでもすごい発見になる感じだにょん。だが、その困難な状況に一筋の光を示す研究がイギリスの大学の研究チームが発表したんだ。どんな研究結果だったの？まず背びれのサイズが約 1.65 メートルもの巨大さを誇っていたらしいぜ。人間の身長くらいあるのね。この巨大な背びれは、体のバランスを保つのに役立ったらしいぜ。メガロドンの迫力を示す大きな特徴にはなるだろうよ。巨体を支えるのも大変そうね。他にも頭部は、鼻先から背中までで約 4.65 メートルもあり乗用車のサイズに匹敵するぞ。いろんな部位が、規格外の大きさだわ。人間が襲われたら一頃ね。巨大なメガロドンには、いろいろな伝説が残っているんだ。その話を6つ紹介するぜ。想像できないような話が飛び出しそうね。どんな伝説なんだにょん？一つ目は、ドラゴンの舌だ。なんとメガロドンの歯の化石が10から12センチもの大きさだったために、中世ヨーロッパで発見した人が、ドラゴンの舌先だと勘違いしたぜ。メガロドンの顔つきは、ドラゴン並みの迫力はあるけどね。まさかサメの歯だとは思えないのも納得だわ。それと17世紀にはメガロドンの歯は、毒消しの作用があるとして、お守り代わりに大事にされたそうだ。あれ、でもメガロドンの化石は見つかりにくいんでしょ？人々がお守り代わりにするほど発見できるの？メガロドンの骨部分とは違って歯の化石は比較的に発見される傾向にあるんだ。一匹のメガロドンが生涯に生み出す歯の数は約4万本と考えられていて、抜け落ちた歯が発見されるわけだぜ。想像できないくらいに歯が入れ替わるわけね。その歯のサイズからしてもメガロドンがどれだけ巨大だったかを判定する材料にはなりそうね。二つ目は、ゾウの8倍以上の体重があるという話だ。アフリカゾウの体重が約 5.8 から 7.5 トンあり、メガロドンは最大で65トンと推定されてるぜ。体重だけでもかなりの破壊力があるわね。突進されたら気絶じゃ済まないにょん。ちなみに現代のホウジロザメの平均的な体重は、約680から 1100kg だぜ。どれだけメガロドンが巨大でヤバい生き物かは理解できるな。全く相手にならないわね。大人と子供の桜井に力が、かけ離れているにょん。三つ目は、噛む力が史上最強というものだ。獰猛で強力な生物が数多く存在する中で最強の座を取るのは、かなり難しそうだけど本当なの？噛む力が、あのティラノサウルスの約6から10倍もあったと考えられているんだ。ティラノサウルスは恐竜の世界じゃ最強クラスなのに海の怪物には、遠く及ばないのね。メガロドンの噛む力は、最大で18万ニュートン以上だそうだ。ホウジロザメだと約1万8219ニュートン、人間は1317ニュートン程度しかないぞ。どんな相手でも噛みつかれたら、粉々にされるわね。四つ目は、人類の何倍もの期間、地球を支配していただ。人類は地球に登場して、まだ30万年ほどだぜ。それに比べてメガロドンは絶滅するまでの1700万年もの時間を海で過ごしたんだ。人類の歴史がすごくちっぽけな存在に思えてくるわね。メガロドンがそれだけ長い期間、海の頂点に入れた理由としては、他の生物の大型化を防いでいたという説があるんだ。2014年の研究ではメガロドンが絶滅した直後にクジラは巨大化したということが判明してるぜ。じゃあ、クジラもメガロドンから相当な被害を受けていたことになるわね。5つ目は、リバイアさんと呼ばれるライバルがいたという話だぜ。今までの話を聞いた限りだと、そんな生物がいるとは思えないわね。リバイアさんは旧約聖書に書かれた海の怪物の名前だわ。最強のメガロドンのライバルにふさわしいにょん。そうなんだ。それでリバイアさんはどんな生物なの？体長は、約3から18メートルにもなる大型のクジラだぜ。正式な名前は、リビアタンメルビレイだ。最大サイズがメガロドンと同等クラスになるにょん。海の中で覇権争いをしていても不思議じゃないわ。実際に両者が激突したかは不明だが、餌をめぐって争っていた可能性は否定できないぜ。そんな巨大生物が海底で戦えば大騒ぎになるのは間違いないわね。6つ目は、母親の体内で赤ちゃん同士で共食いをしていただぜ。生まれる前から凶暴じゃん。お腹の中じゃ逃げようがないわね。その厳しい生存競争を勝ち抜いた者だけが母親の体内から生まれてくるわけだぜ。誕生したばかりでも体長は、約2メートルにもなるぞ。体内で赤ちゃんが共食いしてる時の母親も結構大変そうね。かなりの激痛を伴っていてもおかしくないにょん。これはメガロドンだけに限らずホウジロザメでも同様のことが起きてるそうだ。じゃあ、割とサメの中では普通のことなのね。私なら、間違いなく生き残れないわ。
では次に海の王者とも言えるメガロドンが絶滅した理由を紹介するぞ。相当な理由がないと絶滅には至らない感じよね。一体どんな理由が考えられるんだにょん？メガロドンは周囲の温度が寒くなりすぎるとスピードが低下してしまう変温動物なんだ。そのため海の温度の低下で動きが鈍くなり絶滅したと考えられるぞ。動きが鈍っただけで絶滅まで追い込まれてしまうの？メガロドンが体内のエネルギーを維持するためには、食べることが必須条件なんだ。そして、海の温度が低下してもスピードを維持できたのがメイン食材の哺乳類などの高温動物なんだ。高温動物は、海の温度が低下しても自由自在に動きが取れたわけね。そのためメガロドンの餌になるアザラシ、イルカ、シャチ、そして一番必要なクジラをメガロドンはスピード負けして捕まえられなくなったんだ。食べてエネルギーを補給できないなら生きていくのは難しいわね。環境の変化がメガロドンを絶滅に追いやったというわけね。あくまでも予測ではあるが、そんな状況になっても不思議ではないな。海の王者も生物には強くても環境には抗えなかったのね。他にも絶滅した理由は何か考えられているの？2020年のイギリスの大学の研究によるとメガロドンの赤ちゃんを育てるための、託児所のような場所が激減したという理由だ。赤ちゃんを育てる環境が悪化したというわけね。託児所として使用するには、浅くて餌が豊富、気温が暖かく天敵があまり存在しないことが必要なんだ。何が原因だったの？寒冷化の影響で海水面が低くなりすぎたために託児所として使用できなくなったとされるぜ。赤ちゃんを育てるのに支障をきたして個体数の減少につながったのね。次にメガロドンの目撃情報を紹介するぞ。最初に紹介するのはメガロドンのものと思われる化石だから姿自体は見ていないぞ。1875年に深海調査の結果、約1万から1万4千年前に生息していたメガロドンの歯と思われる化石が2本発見されたんだ。広大な海底の中からメガロドンの歯を見つけるのも大変だわ。何かの生物の化石だと判断できるのもすごいわね。この歯の化石が本物であれば、メガロドンの絶滅時期から200万年以上も経過していることになるんだ。密かに生き残っていた個体がいる可能性が出てきたわけね。その歯は本物なのかにょん？検証した結果、メガロドンの歯だとは断定できないため証明するには至っていないぜ。次は1918年にザリガニ漁をしていた漁師がブロトン島という場所付近に近づくのを拒否したんだ。特定の場所に漁師が近づくのを嫌がる理由は何なの？漁師の話によると巨大なサメが突如、姿を現してザリガニや捕獲道具を丸ごと海に引きずり込んだらしいぜ。せっかく捕獲したザリガニを取られる場所なんて最悪ね。しかも巨大なサメがいるなんて危険すぎるわ。しかもザリガニを捕獲するために使用した鍋のような道具のサイズは約190センチなんだ。こんな巨大なものを引きずり込むサメなんだから、かなり巨大なサイズだったことが想像できるぜ。外国人の身長クラスもあるじゃん。そんな出来事を体験したら恐怖で近づくことはできなくなるにょん。1931年に西洋の小説家であるジェイン・グレイ氏は、著書であるタヒチの海の物語の中で1927年もしくは1928年に巨大ザメを見たと書いているぞ。小説にまでメガロドンらしきサメが登場するのね。その体長は約10から12メートルほどのサイズで頭部は4つの、巨大な胸びれ、緑がかった黄色の体、さらに白の斑点があったそうだ。サイズ的にはメガロドンであっても不思議じゃないわね。次は1927年あるいは1933年に父親と息子の二人がランギロア付近で、体長12から15メートルほどの巨大ザメを目撃したそうだ。頭部だけでも約 1.5 メートルにもなるらしいぜ。メガロドン以外の巨大なサメと見間違えた可能性はないの？巨大なジンベエザメとは外見も異なっており、二人は明らかに別の種類のサメだと証言しているんだ。そんな巨大なサメがいる場所を船で通行するのも大変だわ。万が一にも体当たりされたら、いくら船でも壊れかねないわね。さらに目撃情報は続いて1954年には南オーストラリアの沖合で、船が巨大なサメに襲われたというんだ。船に残された傷は直径2メートル、長さ10センチ、幅は8センチほどの歯の跡も確認されているぞ。好奇心で襲ってきたのかな？でも船なんて噛んでもまずいと思うわ。よく無事に帰ってこれたのもね。場合によっては絶対絶命の危機よ。その歯の跡から推定された生物のサイズは全長約24メートルにもなるらしいぜ。小型の船なら簡単にひっくり返されそうね。1960年にはグレートバリアリーフ付近を航行する約25メートルほどの船の乗組員が、自分たちが乗っている船と同等サイズ以上の巨大なサメを目撃したそうだ。自分と同じくらいのサイズの船を発見して興味が湧いたのかもしれないわね。船だから動いてるし何かの生物に見えてもおかしくないわ。少なくとも外見的な特徴からクジラではないそうだ。1970年にはカリフォルニア州付近を航行中の船が巨大なサメを目撃したらしいぜ。こんなにも巨大なサメの目撃情報がある海は本当に怖い場所に思えてきたわね。絶対に出会いたくはない相手だにょん。
次にメガロドンの正体の候補にブラックデーモンという巨大生物がいるから紹介するぜ。名前からしてヤバい雰囲気だわ。メガロドンよりも怖そうだにょん。1567年にイギリス人の船乗りのホーキンスという人物が、ユカタン半島周辺を航行している時に巨大な肉食の魚を目撃したそうだ。先住民族のマヤ人の人たちはその巨大な魚のことをショックと呼んでいるぜ。それがブラックデーモンというわけね。1569年にはカリフォルニア湾の海には巨大な黒い生き物が住んでいると言われてたんだ。その特徴は、船を転覆させたり、クジラやアシカを襲ってくる凶暴なサメらしいぜ。かなり恐れられた存在だったんでしょうね。2012年にはメキシコ沿岸付近で約6メートルのホウジロザメが何者かによって犠牲になったそうだ。その海域で発見されるホウジロザメとしては最大クラスにもかかわらずだぞ。その犯人がブラックデーモンなんでしょ。一体どんな特徴があるの？体長はホウジロザメの約2から3倍ほどあって体重は5万から10万ポンドで、象が8から10頭分に相当するそうだ。ブラックデーモンに関しては様々な物語があるが、実際に人が攻撃されたものはないし、サメ関係の記事が掲載されたこともないぞ。じゃあ、メガロドンのサイズにも匹敵しているからブラックデーモンが正体でも不思議じゃないにょん。2008年7月にも巨大なサメをアメリカ人の方が目撃しているぜ。その証言でも体長は約15メートルと巨大でボートに対してぶつかってきたらしいぞ。そんな話をしてもなかなか信用してはもらえないでしょうね。いや、そんなことはないぞ。地元のテレビ局の人たちが彼の話に共感して現地に撮影隊を向かわせたんだ。しかし、結果は、その姿を捉えることはできず失敗に終わっているぜ。そう簡単に撮影させてはくれないでしょうね。このブラックデーモンとメガロドンには共通する要素があり類似しているのは確かだぜ。だから、正体はメガロドンであってもおかしくはないぞ。次にメガロドンの撮影情報を紹介していくぜ。15メートル級のメガロドンと思われるソナー画像の撮影に成功したんだ。これはニューイングランド沿岸の魚群探知機が撮影したものらしいぜ。何か大きい生物の姿をしてはいるけど、これがメガロドンだと確定させる証拠になるのかな？サメなのかクジラなのかも判断できなさそうだにょん。この撮影されたソナー映像の正体は、サバの大群だったんだ。たくさんのサバが群れを成して泳いでいたってことなの？その塊が巨大なメガロドンだと人間を錯覚させたわけね。研究者たちからしたら残念極まりない結果だったろうな。でもな、メガロドンの捕獲に成功したと思える写真が存在するんだ。かなり巨大で怖そうな雰囲気のサメだわ。これが本物のメガロドンなの？何かのイベントで登場した感じね。写真の後ろに大勢の人がいるわ。このサメの正体は米国で毎年夏に開催されるテレビ番組、シャークウィークで使用するために作られた偽物だぜ。シャークウィークという名前だからサメ専門の番組というわけね。制作されたサメには自動車を粉砕するほどの強靭な顎が搭載されているぜ。そして体はビニール素材、92本の本物そっくりの歯、重量は8000ポンドなどの特徴があるぞ。かなりリアルな見た目ではあるにょん。メガロドンの歯の化石やホウジロザメの姿などを模範して制作されているからな。一見すると巨大ザメを捕獲して公開してるように見えるぜ。どうせなら動いている姿を見たいわね。それならニュースで放送された巨大ザメの驚くべき映像を見てくれ。巨大なサメが会場に現れたわね。生半可な大きさじゃないわ。キャスターの人もすごい驚いてるし。この映像の真相はメガロドンではなく、単なる巨大ザメの映像だぜ。種類に関しては詳しい情報がないため不明なんだ。詳しい情報がない時点でメガロドンではないにょん。迫力はすごい映像だからメガロドンだとファンなら思いたいでしょうね。次に紹介する映像は、かなりリアルな15メートルもの巨大ザメを映したものだ。2016年に YouTube に登場したマリアナ海溝で撮影されたと言われる映像だぜ。かなり巨大なサメだわ。迫力満点の映像ね。こんなサメがいたら他の生物も安心して生活できないわ。このサメが仮にメガロドンだとした場合には、当然ながら大量の食料が必要になるだろ。小魚では無理ね。やっぱりクジラが狙われるんじゃないかな。かなりの食料が必要になるにょん。しかし、この海域でクジラが巨大な生物に襲われたという報告は出てきていないんだ。かなり激しい事態には発展するだろうから何も発見できないのは不自然だぜ。つまり、どういうことなの？真相を説明すると、この映像に映っているのは間違いなくサメなんだが、種類と場所が全く違うんだ。全然違う映像なのにマリアナ海溝で撮影された巨大ザメとして公開されたわけね。この映像は、日本の駿河湾で撮影された体長約7メートルのオンデンザメだぜ。この映像は2008年にはカラパイアで巨大オンデンザメとして紹介されたぞ。それと1989年に駿河湾の水深1220メートルで撮影されたオンデンザメの記述とも一致した内容なんだ。知らない人が見たら深海に潜む巨大ザメにしか見えないわね。表情も恐ろしい雰囲気だにょん。
次にブラジル沿岸警備隊がレスキュー活動をしている際に近くに巨大な影が現れたんだ。影だけだったらサメかクジラか見分けがつかないでしょ。いや、サメとクジラでは泳ぎ方が異なっているんだ。サメは尾びれを横に振るが、クジラは上下方向に振りながら泳ぐんだ。じゃあ、影だけでもサメなのかクジラなのか把握できなくもなさそうね。その映像を確認してくれ。かなり見にくい映像だが、何か巨大な生物が泳いでいるのがわかるか？確かに何かが通り過ぎていったわね。これだけじゃメガロドンかどうかまでは判断できなさそうね。この映像は実は加工されているんだ。本物の映像には、生物の影なんて映っていないぜ。この映像はメガロドンザモンスターシャークリーブスという、ディスカバリーチャンネルが撮影したものだ。その元動画も見てくれ。本当だわ。救助活動が行われているだけで影なんて全く確認できないわね。比較したら偽物だとすぐにわかるにょん。それとブラジルには、そもそも沿岸警備隊という組織は存在していないぜ。海軍が、その沿岸警備隊の役割も兼任している形なんだ。前提条件の段階で嘘をついているのね。せめて海軍の映像という前提で映像を公開すればバレる確率を下げれるのに。2014年にはオーストラリアの海で普通のホウジロザメとは見た目が違うサメが撮影されたそうだ。その姿からメガロドンの赤ちゃんではないかと紹介されているぜ。1匹目のホウジロザメの姿と2匹目では見た目の感じが違う気がするわ。でも、それだけでメガロドンの赤ちゃんと推測するのは無理があると思うにょん。この映像の真相は、加工処理された偽物の映像だということが判明しているそうだ。全然加工されてる場所はよくわからないわね。そもそもメガロドンの赤ちゃんだという前提が怪しいもんね。赤ちゃんがいるなら母親が近くにいないと不自然だからな。最後にメガロドンが生存している可能性について紹介するぜ。現在に至ってもメガロドンが生存している証拠は明らかになってはいないんだ。でも、いくつかの生存説は出てるぞ。どんな説があるの？明確な根拠はないが、3つあるぞ。1つ目は、未踏の深海領域説だぜ。メガロドンが今でも深海の奥深くに生存しているという話だ。深海ならまだまだ人類が到達できていない場所があるわ。見つかっていないだけで可能性は否定できないにょん。海底調査の技術が向上していけば、もしかしたら海底で出会えるかもな。発見できても噛みつかれたら最悪だけどね。探すのも勇気がいるにょん。2つ目は、目撃報告だぜ。巨大サメに対する目撃情報がいくつか報告されているんだが、そのいくつかはもしかしたらメガロドンかもしれないということだ。メガロドンサイズの巨大サメの目撃情報もあるしね。目撃情報だけじゃ信用できないわ。とはいえ写真や映像なんて残せたら奇跡だわ。三つ目は、サメの成長と進化説だ。これはメガロドンが進化をし生き残っているのでは？という説だ。生き残るために進化する生物は多いもんね。古代からそのまま生き残りがいるよりは進化して生き残っている方がよっぽど現実的だにょん。生物は進化して厳しい環境を生き抜いてきてるからな。もし進化したメガロドンが生きているなら再び海の王者になりそうね。立ち向かえる生物はいなさそうだにょん。ゆっくり霊夢です。ゆっくりヨウムだにょん。ゆっくりマリサだぜ。さて、今日も安定に暇なんだけどさ。なんか、面白い話でもない？霊夢はいつも暇だにょん。早く趣味でも見つけろにょん。いい加減にしろよ。え、最後だけ口悪すぎない？情緒安定させな。本当にいつまで暇だって騒ぐんだろうな。悲しい限りだぜ。あんただって暇ってうるさいでしょ。私は、みんなにユーマや恐竜とかの情報を提供するので忙しいんだぜ。お、今日も何かあるんですか？マリサ氏。もちろん、あるんだよな。ってことで、今回は旧ソ連に米軍がすでに捕獲していた、何度も目撃&撮影情報があるユーマ人間はやっぱり実在するのかについて、紹介するぜ。相変わらず、無理やり紹介しようとしているところ、癖になるかもしれない。それでは、ゆっくりしていってね。実は、人間っていうのは平安時代から目撃されているんだぜ。ユーマの人間って、有名だよね。それにしても、平安時代から目撃されていたとは思わなかったわよ。平安時代からといっても、有名になったのは2002年の某掲示板への書き込みなんだぜ。掲示板か。確かに広まりそう。なかなかに闇深いことが書いているんだぜ。一部抜粋して紹介していくぜ。はい。日本政府は南極周辺海域で調査捕鯨をしている。公にできない、ある物体が数年前から目撃されている。それは調査捕鯨関係者の間で人型物体と名付けられただとな。政府が絡んでいると、一気に闇が深くなるという謎。人型物体。だから、そのまま人間と呼ばれているのね。まあ、そんなとこだろうな。何かの見間違いだと思われたが、形が不定形すぎるため、人工物だとは思えなかったそうだぜ。人工物だったら、綺麗に作りそうだもんね。そうなんだぜ。さっきも説明したが、この書き込みで人間の存在を知る人が増え、掲示板では大層盛り上がっていたそうだぜ。
そんな生き物が、地球にいるって知ったら騒ぎたくもなるわよね。でも、さっき平安時代から目撃されているって言ってたわよね。それは、どのように記録されていたの？おお、めっちゃいい質問だな。というのも、平安時代末期に書かれたとされている今昔物語集という説話集に、不可解な巨人の描写があったんだぜ。不可解な巨人？ああ。現在の茨城県の海岸に、巨人の遺体が漂着したという記録が、その本の中にあるんだぜ。それって、詳しく記録されているの？体長とか、見た目とか。この本によると、巨人の体長は約15メートル。上半身を出して砂浜に埋まっており、首や一部手足がなかったそうだぜ。また、身なりや肌の感じから女性だと推測されているぜ。でっかい女性ってこと？まあ、簡単に言えばそうだな。また、遺体は腐敗しており、その匂いは周囲に多大な影響を与えていたそうだぜ。腐敗臭は、まあ、影響すごいだろうね。そして、この時代になり、あの遺体は、人間では？という説を唱える人が出てきたって感じだぜ。なんとなく、それっぽいかも。そういえば、掲示板には見た目は書かれていたの？掲示板では全身真っ白で、全長数十メートル。人間の形、上半身が二つ連結された形など数タイプがあると、されているぜ。いろんなタイプがいるのね。だからこそ、今昔物語集での姿は人間かもしれないと言われているのね。また、今から約230年前の1786年に、イギリスで似たような漂流物が出たそうだぜ。イギリスでも？その漂流物。もとい、奇妙な生き物は体長14メートル。頭が大きく、後頭部にトゲがあったそうだぜ。しかも発見された時は、まだ息があったそうなんだぜ。うわぁ。発見したのは少年二人で、自分たちではどうにもできないと考え、大人たちを呼んだんだぜ。少年たちの話を信じなかった大人だったが、実物を見ると、さすがにビビってしまい、ここで仕留めてしまおうという話になったそうだぜ。仕留められるの強い。日本だって、本気を出せば仕留めるくらいできるわよ。実際に、目の前に人間がいたら仕留められるのか？ごめんなさい。無理です。そういえば、さっき紹介してくれた書き込みに、日本の捕鯨関係者がどうのこうのって書いてあったけど、実際に目撃情報とかは残っているの？おお、いい質問だな。実は、結構詳しい情報が残っているんだぜ。ってことで、軽く紹介していくか。残ってるんだ。宗谷という船が、バートンアイランドという砕氷艦の後をついて航行していた時、宗谷の300メートルほど前に、黒いものが見えたそうなんだぜ。うんうん。最初は砕氷艦が投げ捨てたドラム缶だと思ったそうだが、よく観察すると顔があることが分かったんだぜ。その時点で、生き物だと分かったな。消え。同時に、目や尖った耳も確認され、その顔はまるで牛のようだと証言が残っているぜ。顔だけで、70から80センチメートルほどあり、相当大きいと考えられているぜ。でかすぎない？顔だけで、そんなにあるの？まあ、目撃証言だけだからな。というのも、船長が生き物を撮影しようとカメラを取りに行った隙に、どこかへ消えてしまったんだぜ。それなら、しょうがないにょん。結果、目撃はこの一回のみで映像資料もないんだぜ。しかし、後に宗谷の船長であった松本光司氏が、自著の南極輸送機に、この出来事を記しているんだぜ。興味がある人は、要チェケラだぜ。チェケラするー。ちなみに、この生き物は人間ではなく南極ゴジラと称されているぜ。ゴジラに似ているの？船長が、自著にゴジラのように巨大だったという意味で、南極ゴジラと名付けたんだが、昔の児童向けの本にはゴジラそっくりで書かれていたり、ゴジラだと名付けられる場面が追加されていたりしているぜ。結局は、ゴジラには似ていないのね。まあ、そうだな。ゴジラに似ているように書けば、わかりやすいしいいんじゃない？確かに。この他にも、巨大な生き物が見つかったと報告があったぜ。え、いつ？1999年だな。第43次南極観測隊が、未知の巨大生物を目撃したという記録が残っているぜ。めっちゃ、かっこいい観測隊の名前。そうだろうそうだろう。すごい嬉しそうじゃん。しかし、第43次南極観測隊が近づこうとすると同時に、船内トラブルが起こってしまったため、生き物について調査はできなかったそうだぜ。普通だったら、トラブルって大変だなって思うけど、今回は生き物の呪いっていうか、なんか、因果を感じてしまうわよ。確かに。他にも、1974年に日本遠洋漁漁船が、ニュージーランド沖で謎の巨大生物に出会ったと報告されているぜ。謎な巨大生物いすぎじゃない？地球大丈夫？人間の数に比べれば、多くはないぜ。意味わかんない。この生き物は、頭部のみでも 1.5 メートルほどの大きさがあったそうだぜ。褐色がかった灰色の肌で、全体はシワだらけ、赤く光る目の下には、鼻腔と思われる穴が開いており、口は確認できなかったとのことだぜ。何人くらい目撃してたの？その数、
なんと、26人だぜ。結構、信憑性があると言われているな。見た目は、カバみたいだったそうで、いつしかカバゴンと呼ばれるようになったぜ。カバゴン、ポケモンにそれっぽいのいたみょん。ポケモンの方が何倍も可愛い。その後、カバゴンが目撃された付近で調査が行われ、謎の生き物のものと思われる足跡が見つかったのだが、結局、カバゴンはそれきり姿を見せていないんだぜ。でもさ、人間の話をしている中に、カバゴンの話をぶっ込んできたってことは、何か関連があるの？実は、カバゴンと人間は目撃された姿が似ていることから、同じ生き物なのではと囁かれているんだぜ。面白い。衝突。サブ隊を言う前に、驚くなよ。まあ、衝突したらしいけどな。衝突したんだ。衝突した事例の前に、実際に日本に人間ではないかと囁かれているものが、漂着した話を紹介しておくぜ。はい。時は、2013年、奄美大島のアンキヤバという地区の海岸に、直径6メートルほどの肉塊が漂着したんだぜ。ひえ、もちろん、こんなことは初めてだったため、地元民は大騒ぎしていたそうだぜ。ちなみに、その肉塊はグロテスクブロブモンスターとして、グロブスターと呼ばれているな。おう、漂着した肉塊も含め、大体のグロブスターはすでに腐敗しているため、原型をとどめてないことが多いんだぜ。奄美大島以外にも、グロブスターがいるのね。そんな中、奄美大島に住んでいる男性が、オカルト研究家の山口銀太郎氏のもとに、この肉塊の一部を送るんだぜ。解析してもらおうとしたんだろうな。いやいや、急に送られてもわかるの？鑑定していくと、奇形のクジラ説やクジラの死亡説というのが上がったが、本格的に鑑定をしてもらおうとすると、約10万円かかってしまうそうなんだぜ。そのため、未だに肉塊の正体はわからないままだぜ。10万円か。確かに、大金だけど、ユーマが好きな人からクラファンしたら、集まりそうだけどね。まあ、難しいのか。お金が絡むと、いろいろと面倒だよね。しかし、やはり人間はユーマのことが気になるらしい。とあるコラ画像を作って、ネット民を惑わせる人も現れたんだぜ。なんだと。ってことで、この画像を見てくれ。2枚まとめてドーン。何これ？イカ？イカだと言われて、ネットに公開された画像だぜ。まあ、後にフェイクだと言われたのだが、フェイクだと明かされる前は、これって、もしかして人間？って騒がれた画像でもあるんだぜ。やっぱり、人間はユーマのことが好きなようね。ヨウムも好きだもんねー。ノーコメントだみょん。ここで、お待ちかね。実際に、船が人間と衝突したのでは？と言われている事故について紹介するぜ。お願いします。時は2019年、新潟市と佐渡市を結ぶ高速船のジェットフォイルが、海洋生物のようなものに衝突し、乗客が投げ出される事故が発生したんだぜ。めっちゃ最近じゃないの。被害に遭った乗客の証言から察するに、相当大きな衝撃が加わったとされているぜ。そんなに大きな衝撃を与える生き物は、何なんだろうか。そう考えられた時、クジラだと考えるのが妥当だと言われているな。クジラか。でもさ、クジラだったらわかるんじゃないの？そう、その通りなんだよ。というのも、一部の乗務員からは、船員はクジラを何度も見ているし、見間違うわけないという証言が取れているんだぜ。ああ、そうか。海で仕事しているのなら、クジラは絶対わかるのか。また、船員は衝突した生き物を白い物体と表現しているんだぜ。このため、ユーマファンからは人間なのではないかと囁かれているぜ。結局、正体はわからないままなのね。まあ、そうだな。謎すぎる。ここからは、人間が写された写真をいくつか紹介していくぜ。うおお、まずは、Google Earthに写っている人間だぜ。ってことで、この写真を見てくれ。ここはどこ？ここは、アフリカ南部のナミビアの西海岸の沖合だぜ。なんか、白いのが見えるよな。これは、人間。Google Earthの定規で測ってみると、大体人間で報告されている長さと同じだったらしいぜ。その長さ、なんと、18メートル。長い。でも、これって水しぶきじゃないの？波っていうのかな？まあ、正直、人間っていうよりは、水しぶきの可能性の方が高いぜ。というのも、写真の人間の周りには白いしぶきがあったり、南極で報告されているのに、アフリカで発見されていたりなんていう理由があるからなんだぜ。おう、落ち込んでいる霊夢のために、2例目に行くとするか。2例目は、カンボジア沖で確認されているぜ。この写真を見てくれ。白い物体が見えるみょん。これも、どうせ水しぶきかなんかでしょ？実は、この正体はまだ明らかになっていないんだぜ。なんだって。この写真も、Google Earthからなんだが、どう考えてもかなり大きい物体なんだぜ。小さく見積もっても、数十メートルといったところか。また、この白い物体が顔に見えるという話もあるんだぜ。でっか、顔怖。っていうことで、この正体は小規模な人間の群れなのでは？と言われているな。
海に浮かぶ謎の白い物体は、全部人間と考えられるのね。あながち間違ってはないかもな。人間、どうか、いてくれ。私は信じるわよ。さて、ここまでは人間の写真について紹介してきたが、次は動画の紹介になるぜ。動画があるの？ああ、一応な。動画では、画面の奥から巨大な人型のシルエットが浮かんでおり、長い腕で泳いでいるような姿が見られるぜ。普通に怖くて笑えないにょん。人型のシルエット。それは、もう、人間。って思うが、実際にはカメラと水は動いているものの、人間らしき物体は動いてないのでフェイクと言われているぜ。え、でも、シルエットは動いてるんでしょ？それも、カメラの動きで、いい感じに動いているように見えるだけだぜ。おう、出た、今日3回目のおう。霊夢が悲しんでいるのはわかるぜ。ということで、最後にとっておきの動画を紹介するぜ。そんな動画があるの？ああ。撮影されたのは、2011年のスウェーデン沖、遊覧ボートに乗っていたクルーたちが、人間に襲われそうになったという報告があるぜ。人間に襲われそうになったの？実際に動画を見てみたが、あれは、人間かもしれないな。動画では、海上を真っ白なものが漂っているんだが、明らかに不自然な動きというか、人工物とは思えないような感じなんだぜ。そうなのね。人間は全長20から30メートルと言われているため、かなり小さい感じはするが、人間の子供が襲ってきたと思えば納得はできるぜ。人間の子供ね。ボートは珍しいと思ったのかしら。まあ、そんな感じだろうな。正直、人間だという確定したわけではないが可能性はあるよな。おう、じゃあ、スウェーデンに行けば見られるかもね。行ってらっしゃいだにょん。ちょっと、みんなで行こうよ。実は、旧ソ連が人間を捕獲したのではという説が流れているぜ。ええ。そんなことある。詳しく聞かせてもらおうじゃないの。1970年代に、旧ソ連が人間と思われる海生生物の捕獲に成功し、極秘軍事施設で研究しているのでは？という噂が流れているんだぜ。何よ、極秘軍事施設って、怪しい、本当に、人間はいるの？これが、旧ソ連だけが話しているなら怪しすぎるが、アメリカ軍も人間の幼体の捕獲飼育に成功しているらしいんだぜ。そうなの？ちょっと、それも、詳しく聞かせなさいよ。時は、1999年、アルゼンチン軍が運航する貨物船のスクリューに、何かが絡まってしまい、速度が落ちてしまったんだぜ。しかし、すぐに貨物船は元通りになったため、運航を開始したんだぜ。災難だったにょん。でも、事態はここで終わらなかったんだぜ。なんと、目の前に50メートル以上のクジラのような生き物が姿を現していたんだぜ。50メートル？船員がよく見てみると、その生き物はクジラなどではなく、顔の両側から太い上肢のようなものが伸びていたんだぜ。その姿は、何を隠そう、人間だったんだぜ。出た、人間。その後、船員たちは、直ちに調査に入ったんだぜ。逃げる人間を船員たちは追いかけたが、なかなか追いつかず、どうしようかと思った時、とんでもない光景が目の前に広がっていたんだぜ。とんでもない光景？人間は、上体を起こすや否や、そのまま空中へ飛翔、虚空の彼方へと消え去ってしまったんだぜ。なんか、嘘くさ。その光景が本当かどうかわからないが、実際にスクリューには、人間の肉片が残っていたんだぜ。さらに、事件の一部始終もビデオに収めることができたそうだぜ。ビデオは公開されてないな。ですよねー。その後、ビデオと肉片はアルゼンチン政府の元に搬送され、アメリカ政府の手に渡ったんだぜ。そして、アメリカ軍が人間の捕獲に名乗りを上げた結果、幼体の捕獲に成功したということだぜ。その後の情報はあるの？いろいろ研究していった結果、人間は、自らの体を発光させる能力を備えており、脳神経の中枢部でプラズマを発生させて、体全体をプラズマで包んで空中飛行しているそうなんだぜ。プラズマで、空中浮遊してるの、カービィみたいだにょん。ってことで、結局、人間って何なんだろうな？それをマリサが説明するんでしょ？正論アザスだぜ。で、結局人間は何なの？人間は人間なの？ユーマ的に考えると、人間はプラズマで飛行するユーマである、フライングヒューマノイドの一部なのではと言われているぜ。そんな、ユーマの種類があるのね。あとは、奇形の水頭症クジラや、海洋へ吐きされた重金属汚染水に汚染されてしまった、小魚などを食べたクジラが奇形になった姿だと言われているぜ。結局、クジラって汚染が濃厚みたいね。まあ、そうだな。あとは、アルビノのクジラという説もあるな。また、ウミウシという1000種類から5000種類ほどいる生き物説もあるぜ。ふん。面白い人間。あとは氷山の5人説、白イルカ説、巨大生物パイロソーム説なんていうのもあるぜ。パイロソーム？バクテリアの集合体だな。夜になると発光したり、集まったら白く大きく見えたりするんだぜ。でも、やっぱり、人間は人間よ、いるに違いない。
ちなみに、マリサは何の説を推してるの？クジラか、氷山説だな。そこら辺が、現実的な感じがするぜ。まあ、そうよね。私は、パイロソーム説を推すわよ。みんな、説とかじゃないの、人間は、いる。いてほしい？って感じで、旧ソ連に米軍がすでに捕獲していた、何度も目撃&撮影情報があるユーマ人間はやっぱり実在するのかを終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。